くるみ。ごきげんよう、シドウさん、小鳥さん。おはよう、くるみ。今日は随分素敵な格好をしてるじゃない。分身体だよ。昨夜は世話になったな。こちらこそ。でもまだお礼をいただくには早いようでしてよ。2月20日 DEM インダストリー社がその総力をもってシドウさんを殺しに来ますわ。今日はそのことをお伝えに参上しましたので、あなたの目的は？実は分身体である私がここにいることを本物の時咲くるみは知りませんの。本物の私はこの件を自分たちのみで処理するつもりですわ。何度時間を繰り返すことになろうと、シドウさんが生き残る未来をつかみ取るまで。けれどその決意も敵には知られているでしょう。それゆえの総力戦 DEM の作戦は、時を渡る私の心をくじくための手札でもあるのですわ。つまりあなたがここに来た理由は、シドウに避難を促すためってわけ？それだけでは正解とは言えませんわね。私がそれだけ頑張っているというのに、守られているシドウさんがそれを知らないなんて、もったいないではありませんの。なるほどな。それではこれで、どうか生き延びてくださいまし、シドウさん。くるみ！はい、いかがしまして？もし可能なら、くるみに伝えてくれ。ありがとう。俺はお前のおかげで今も生きている。でも、いつまでも助けられてばかりじゃない。DEM を片付けたら、今度こそお前の霊力を封印。いや、違うな。今度は俺から、お前の唇を奪ってやる。覚悟しておけよ、マイハニー。私は幸せ者ですわね。